府中市郷土の森博物館常設展示室にある真空管テレビ白黒テレビとは映像が白黒であるテレビ放送あるいは受像機。白黒テレビ放送の搬送派では軌道の信号が送られ受像機で信号を変換し画像を作る1925年イギリスのジョン・ロジー・ベアードやアメリカのチャールズ・フランシス・ジェンキンスらが各々白黒テレビの実験を行ったすでに カラーテレビの構想も存在しており、3年後の1928年には、ジョン・ロジー・ベアードが3原色の色フィルターを用いたカラーテレビの実験を行っている。この間、1926年に日本の高柳健次郎が初めて、ブラウン管を用いた受像器に意の文字を受像することに成功している。1937年には、イギリスの BBC が 世界初の白黒テレビの放送を開始。1940年には CBS の PC ゴールドマークが操作線343本120フィールド方式のカラーテレビの実験を行い、1941年に CBS は連邦通信委員会にカラーテレビ方式を出願したがフリッカーが多く解像度にも難があり却下されている。 同時期の1940年から1941年にかけ NTSC が白黒テレビの標準方式を操作線525本、60フィールド方式に決定し、アメリカで白黒テレビの放送が開始された。こうして白黒テレビが実用化された。一方で1939年には第二次世界大戦が勃発したためカラーテレビ、研究は中断を余儀なくされた。 1949年になるとアメリカでは放送局107局受信機台数1050万台に達して白黒テレビは急速に普及したこのような状況から FCC はカラーテレビの導入にあたり白黒テレビと同じ6メガヘルツバンドを使用する方式が望ましいとして新たな方式の工房を実施した同年 CBS がフィールド順次方式 CT が 操作線順次方式 RCA がドット順次方式の新たな方式を発表し1950年10月に FCC は色再現性に優れる CBS 方式を採用することを正式決定した1951年7月に CBS は世界初のカラーテレビ放送を開始したしかし CBS 方式にはアメリカの無線工業界など業界団体が反発し カラーテレビ受信機の生産を中止。CBS は無線機メーカーを買収して受信機生産を行い対抗したが、朝鮮戦争の勃発により防衛動員局が新規のカラー受像機の生産を中止させたため、カラーテレビの放送は3ヶ月で終了となった。1953年7月に NTSC がカラーテレビ標準規格を定め、同年12月に FCC が アメリカの標準方式を NTSC 方式とすることを正式決定。1954年からカラー放送が本格的に開始された。日本では1953年2月1日に NHK 東京で本放送が開始され、同年8月28日には民間のテレビ放送会社の日本テレビが開局した。当初は非常に高価なものであったため、日本テレビは 街頭テレビを大量に設置して CM 収入によるビジネスモデルを成立させた。その後、1950年代後半から1960年代前半にかけて一般家庭に普及していったが、この間1960年にカラー本放送が始まり、1960年代後半からカラー化の波に押されるようになる。1970年代に入るとほとんどの番組が カラーで放送されるようになり、1972年には NHK のカラー契約数が普通契約数を上回った。わずかに残った白黒制作での番組も1977年9月30日の NHK 教育での放送が最後となり、以降は再放送等を除きカラー放送に完全移行した。NHK 受信料の白黒テレビを契約も2007年9月末で、 廃止となった。現在の TV 放送では、過去の映像などモノクロで収録された映像媒体を放映する場合や、演出上の意図といった、ごく限られたケースを除き、白黒放送は行われていない。ただし、白黒テレビ単体での放送視聴は2011年7月24日のアナログ放送停波まで可能であった。また、RF モジュールを介して、デジタルチューナーに接続すれば、 デジタル放送の視聴も可能であるラテカセポータブルテレビにおいては1980年代頃まで白黒タイプも製造、販売されていた。ありがとうございます。